高橋市郷土資料館は、岡山県高橋市向かい町にある私立郷土資料館。1978年に郷土資料館として開館した。1904年春光の建物は、旧高橋神城高等小学校本館の名称で、高橋市の有形文化財に指定されている。日露戦争中の1904年に、高橋神常高等小学校本館として建設された。 洋風木造建築である。地元のが牛んの国有林から採れた、まさで不死がない良質なもみ材を用いて建てられた。工事監督主任は大工の瀬尾智太郎であるが、瀬尾は建築の近代教育を受けていない人物とされている。1階は職員室や生徒控室などであり、2階は坑道である。坑道には桃山風の二重折り状各天井が用いられている。 なお、一般教室は、南側や北側に接続していた。1972年まで、現役の校舎として使用されたが、同年に、高橋小学校が移転すると、1978年に、高橋市郷土資料館となった。江戸時代から、昭和初期にかけての生活用具など、約3000点を展示している。JR 西日本白美線の備中高橋駅から徒歩10分。 南隣には2019年2月24日に開館した山田報告記念館がある。この建物は2016年まで旧高橋市立高橋中央図書館として使われていた。また北側には高橋市総合福祉センターがある。ありがとうございます。